みなさんこんにちはこんにちはひわななみです小次郎講師ですさあ小次郎講師のマーケット超特急この動画は4月10日金曜日の11時過ぎの状況でお届けしたいと思います、はい、さあスタジオはですね換気をしっかりしながら、はい、小次郎講師と私の空間も,も開けながら距ソーシャルディスタンスをしっかりと取って、はい、万全の体制でお送りしておりますよろしくお願いします、はい、ということでまあいろいろ新型肺炎が、はい どん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 広がっているんですけれども、はい、ちょっと明るいニュースかなと思ったのは、うん、イギリスのボリス・ジョンソンさんが、はい、ICU から一般病棟の方に移られたということで、うん、病状がちょっと回復されたというのと9日、昨日ですね、はい、EU とアメリカで大規模な経済政策が追加で発表になったとっいうのは、うん、明るいニュースなのかなと思ってるんですが、はい、どううでしょうか奈美、はいはい、の,の方から明るいニュースをあえて挙げていただきましたけど。 まあそれ以上に悪いニュースがたくさんありますね,すね先週は雇用統計が非常に悪かったアメリカの雇用統計が大変悪かった、はい、そして同じくアメリカの失業保険、ね、この失業保険の申請件数っていうのはやっぱりアメリカで失業者が増えてるってことを表すんですけど、はい、過去最高の5倍10倍っていう数字が出てきて、はい、毎週のように信じられないような失業保険の申請数が出ております。 これ雇用統計には来月再来月ねアメリカの雇用統計に影響してくるんじゃないかと、うん、そして IMF は世界恐慌以上のですね、はい、悪影響を世界経済に及ぼすんじゃないかという IMF 国際通貨基金こういったところが発表するとかですね、まあ、非常にあの事態は日々深刻になっているってことが、ね、言えます。でそううういった中で、ね、株価はどうかっていうと 戻戻しです、ね、戻してきてててききるるんんでですすねね、うんえー、ここへねいつもお見せしていますけどもね、えー、日本ヨーロッパあそして、えー、アメリカこれのお、まあ、代表的な株価指数、はい、これが出ておりますけどね見てもらうと世界は連動してるといつもお話していることですけど世界は連動してると、えー、ちょうど1か月間下がってその後戻しをね、えー、今現在 演じているところですすすとといいいここが分かっててただけると思いまま同じ形しちらが日経225のチャート、ね、これがニューヨークダウのチャートこれがイギリスの FTSE100 これがドイツのダックスいずれも、ね、今年の1月ぐらいからあるわけですけども、ね、2月の20日ぐらいから世界中の株が新型コロナウイルスの問題で下げ出しました。 いつ頃まで下げたんですかっていうと3月の20日23日ぐらいまでですかね、はい。えここら辺まで下げてそこから戻してるね。まあもちろん下げがあれば戻しってのはあるんですけども、まあ正直言いましてアメリカの失業ね失業保険の申請件数とかようなもう信じられないような数字が出ておりますね。2週間で1000万件とかでね、はい、えこういう信じられない数字が出て直近。 昨日新しい週の、ね、数字も出ましたけどそれも過去最高、ねはい、えこういったような状態で、えー、失業者があふれていると、うん、えそういったようなニュースを見るともう暴落しかないなと暴落しかないなと,とするともうね、えー、下げに対する一時的な戻しがあったものも今週はここからこう下げ出して安値を更新していくなと思うと意外と戻しをきていると。 中期と長期の間を、ねえー、色を塗って帯とか呼んでるんですけど、ねえー、その帯のところまでこう来るとそこから再度売られていってという、ね、ことが加工トレンド継続の形、はい、それがステージが変わってステージが第4ステージから第5ステージになっています日本も第5ステージイギリスはまだギリギリ第4ステージですかねドイツは第5ステージ。はい そうするとこれから第六ステージに行くんですかそしてその後第一ステージ安定上昇のところまで行くんですかというようなところですねここから再度下がっていくのかね、上がっていくのかね、えー、ファンダメンタルズ的なことを見ると 今、ね、日本では緊急事態宣言というのが出て、ねはい、これによって多くの、ね、会社がまあ、ね、休まなきゃいけないとか、まあ、リモート、ねえー、ワークというんですか自宅でね,、うん、ね私もやってますけど、はい、まあ簡単な話じゃな話ででいすねで特にあの金融機関我々もいろんな金融機関とこう、ね、仕事を一緒にやらせてもらってるんですけど証券会社とかね、はい、為替の会社とかこういうのもみんな金融機関ですね。 あの、自宅での仕事に向いてないんですね。うん、なぜ向いてないかって言うと、個人情報を取り扱ってるからですよね。うん、個人情報を取り扱ってるね。会社は自宅でやると個人情報の漏洩というね問題が出てくるね。 それはあの、ね、社員の,あの別に悪いことをしようと思っている社員は一人もいないんですけどもだけども、ね、そういうリスクがあるってことは、ね、やっぱり避けなきゃいけないということでなかなか、ね、できない。とするともうねもう自宅で休んどけ <laughs> 仕事しなくてもいいっていう話になりますとやっぱりその間、ね、利益が上がらない、ね、ということですからこういう状態がこれから先どれぐらい続くのかっていうとね 1> 1ヶ月、まあ、とりあえず5月の6日までみたいな話が緊急事態宣言に、ね、盛り込まれてますけど、はい、とりあえず5月6日まで、ね、それで終わるという、ね、可能性は極めて低くあまそれが半年続くのか1年続くのか2年続くのか場合によってはそれ以上なんてことがあると本当に IMF の発表ではありませんけど、うん、世界経済は過去、ね類をね、例を見ない、うんえー、悪影響を受けて。 そうするとこれから2段目の下げ、3段目の下げというような話にねなってくる可能性がありますね。はい、今日はちょっとびっくりするようなね話もしたいと思いますけどね。えー、株が下がっているときに相場の格言でね、ねえー、よく言われるのは半値8割、2割引きね。 えー、半値、八掛け、二割引きですか、そういう相場の格言があるの聞いたことあります。ないです。どういう意味ですか？暴落相場にどこら辺で下げ止まりますかっていうね、下げ止まるところなんですね。暴落相場ですから、半値ぐらいまでスルスルと下がっちゃうんですよで。そこで一旦止まるんですけど、そこで下げ止まらなかったら、そこの八掛け八十パーセントのところまで下がりますで。そこで下げ止まらなかったら、そこから二、ね、割下がりますで。それぐらい下がると、もういくらなんでも、ねえー、終わるでしょうっていうことですけど。うん 半値下がってそこからね八、えー、掛けねまあこれも二十パーセント引きっていうことです。そしてそこからまた二十パーセント引き元のね値を百としていくらになるでしょうか。<laughs> <laughs> 半値下がって、はい、そこから八掛け下がって半値戻ってそこから八掛けで二割引き。 もう全然わかりまこれ30%ぐらいに、ね、なるんですよ元の価格のね、えー、2万4,000円ぐらいから日経平均が下がり出しました、ねえー、半値1万2,000円そこから2割引きで9万6,000円ぐらいかなあ1万円を、ね、割り込んでくるんですよそこからさらに2割引きっていう話になると7,000円台まで下がっちゃう、ねえー、過去の暴落相場の格言から言うと そんな可能性だってあるって言ったら皆さんはびっくりされると思いますね、えー、必ずそうなるって話じゃないんですけどこの時代がこれから長期化するとそういったような可能性も視野に入れておかなきゃいけないということをまず頭の片隅に置いといていただいていずれ上がるだろうとか、ねえー、そんなに深くはないだろうとね買いポジション持ってたらまあね、えー、ずっと持てる銘柄だとして、ね、個別株なんかでずっと持てるとしてどっかで上がっていくんだから持っときゃいいや。 みたいな考え方ってのは非常に危険だととねここうこういうことをお話しておかなけただそれと合わせてチャート分析では今値段がもし上がってるんであれば、まあ、現状あだかがってるわけですけどね上がってるんであればこれはひょっとしたらこのまま上がっていくかもしれないということを必ず頭に置いていただいて、うん、ファンダメンタルズがどんなに悪いような、ね、材料が出てきたとしてもチャートが上がってるんだったら 上がるべき材料があるというふうに思わなきゃいけないっていうのがチャート分析なんですよでよくある話なんですけどファンダメンタルズで分析したこととチャートで分析したことが食い違いますと、はい、こういうことがありますね。はい、ファンダメンタルズで見ると絶対上がっていいと思うのになんかこの会社の株どんどん売られてるね,ねこういうことがありますねそういう時に気をつけなきゃいけないのは 我々の知らなないいいととここころでで下ががるるべき材料があるんじゃないかううす逆に言うと本来もう悪くって、ね、売られてしかるべき時なのにその会社の株がスルスルと上がってると,とすると、ね、我々の知らないところで上がるべき材料があるんじゃないかとちょっと戻しにしては大きいなということを私は感じております、ね。はい、とすると、ねえー、そんなに心配がないなんていう話もあるのかなとね えー、テレビのニュースを見るともう本当に深刻ですよね。で我々はテレビ、ね、新聞からそういうニュースを取ってるわけですけどやっぱりちょっと深刻に、ねえー、過ぎるとということもあります、ね、ただし、ねえー、現在行われてる、えー、緊急事態宣言ですが、はい、これ世界中でいろんな宣言がなされてやっぱり日本以上に非常にシビアに都市が封鎖されたりいろんなことがあるわけですから、はい、まあ正直言って経済活動がまあ低迷していくって当たり前ですね。はい 戻ししててているる理由として言われてるのが、ね、例えば、ね、経済的対策がまあ構想してるね、はいえー、予想以上に早く予想以上の規模でやってるこういうことが一つ言われますねそれから、まあ、この、ね、コロナウイルスっていう問題がもうそろそろピークをつけるんじゃないか、ねうん、ということを言っている人がいる、ね、それから、まあ、アメリカでいうとサンダースさんという、ねえー、民主党の大統領候補が、まああねえー、辞退しましたと。 でサンダースさんというのは一番まあ過激な発言をしててその人がまあ大統領になるとちょっと市場にとっては、ねえー、悪影響なんじゃないかと思われてましたからサンダースさんが、ねえー、降りたということはこれは好材料だねまと、あ、こういったことで戻しているということを。 こういうい話があるんですけどどれも納得のいく話じゃありません経済対策もろもろやってますけど焼け、まあ、石の水日本だってね失業対策いろんなことやってますねでねあの家庭あたり30万配るとか言ってますけど30万どころじゃないですからねあ皆さんが苦しんでるのはね、えー、そんなものでは足りないでね、えー、サンダーさんが、ね、降りたぐらいで今の問題が解決するわけじゃないんで上がる理由とはならない。はい だけどねするすると予想以上に株価が戻してる、はいね、これは一体何が起こってるんだろうってことを冷静に見て、ねえー、これから先もちろん再度2段目の下げが来るところに対して大きなチャンスっていう捉え方もありますけど上がれば上がるほどね、はい、その後の下げしろが大きいってことでチャンスってこともありますけども、ね、これからステージが6になり、えー、第一ステージになっていくって可能性はないのか。 こういったことをじっくりと見る必要がありますね、はい、で、そういったものをどうやって見ようかというといろんなものを総合分析する、えー、株だけではなくていろんなものを総合分析するっていうのは非常に大事だと思いますちょっとそういった意味で他のものもちょっと見ていきたいと思いますけどよろしいでしょうかはいお願いしますじゃあまずは金を見ていきましょうかねはい直近ちょっと力強めな陽線。はいこれが今朝の動きです,です、ね、これニューヨークの金ですから、はい 今朝ね、えー、今年の3月のね前半ぐらいまで金はもうスルスルと上がっておりましたところがね新型コロナウイルスの問題が非常にね深刻になって世界中で株が下がると金もつられて下がるとねこれは前にも説明しましたけど本当は株と金は逆相関で株が下がるときには金が買われやすいんですけどもある一定以上株が下がると全てのものをお金に変えようと 株で損したものを金を売って、ね、その補填しようとかいうような動きが出てありとあらゆるものが売られるですから債権も売られる金も売られるという逆相が本来株と逆相関のものまで売られだしたっていう状態が来ました。しし、はい、しかし正しい在り方は 株が不安な時はやっぱり金を持ちたい <laughs> こういう気持ちがありますからその後スするすると買われて今金が前回の高値付近まで来ましたからやっぱり金は強いなってことが分かりますねこう下がってきたところで、はい、下がってきたことだし買おうかなっていう方もやっぱり一部いらっしゃる、うんいうことですよね,そうですね。ただこれから先のこととしてこのす、ね、べてのものが売られるという状態はここで終わったわけではなくて、はい、これから先この事態がより深刻化すると、うんね、やはり金も下がるときは下がる。はい ただ、下がるときは下がるんですけど、下げ方が株とかの下げ方に比べて小さい、そして返っていくのも早い、こういうことはあるんですけど、はい、金はこういうような有事がある限りは下がらないと思うのもね、間違ってますので、そのこともお話ししておきたいです、ね。はい、ただ、今、現在、捉えていただきたいことは、金はスルスルと上がって、また高値を更新しそうな勢いがありますと。じゃあ、続きましてですね、原油の方を見ていきましょう。原油ね。ね オペックでのね、協調減算ね、これがま,あ、まとまるまとまらないということで、一応過労死でてまとまったんですけど、なかなかね、満足のいく減、ね、産幅じゃない。 ということで、ね、減、えー、産が決まったということにもかかわらず、下がっております直近はね通常は減産すると、はい、取る量を少なくするから価格は上がると、はい、いうのが普通の動きなんですね。上がるためにあるんです,、ね、んですけど、期待外れというような形で見てますから、うん、まだまだ原因は下がっていくかもしれない。と、はい、すると、これ、ね、まあ、コロナウイルスとこの問題は直結するんですけども、ね、コロナウイルスの問題とは別に原油が安いということで、 やっぱり世界経済が悪くなる現役関係の会社がたくさんありますからね、はい、これ下げ材料になります、うん、じゃあね次に見てもらいたいチャートこれは何かって言いますと、はい、ビックス指数恐怖指数ですね、はいえー、恐怖指数ね20%ぐらいが普通ですとそれからスルスルと上がってどこまで行ったんですかと85%まで行きましたこれが大体リーマンショックの時がこれぐらいだったんです ですからもうここでリーマンショック級ということを言えるんですけどもう今、ね、いろんなコンセンサスはリーマンショックよりも今回の方が事態が悪いと、ね、そしてあとに対する影響もリーマンショックより今の方が多い、ね、私は40年相場の世界にいるんですけど40年の中で最大、ねえー、ということを、ね、言われております、ね。とするとここを超えてくる可能性があるわけですけど今はなぜか下がって40ぐらいまで来ております。 まだ20までいってないんで事態が解決したってことはね全然ないんですけどこれがどこから上げ出すんですかそしてこの80を超えていくんですかってことが今中ポイント最後にちょっと皆さんにね、えー、興味のあるデータをお見せしたいと思いますけども。はい これは、ね、コロナウイルスの日本の死者の数です、ね。うん、日本で死者がどれぐらい出てますかということも実はチャートで表示できるんですね。す直近今現在の死者の数っていうのは、ね、94名というねこれが新型コロナウイルスの日本の現状です。 えー、あまりあのテレビのニュースとか何とかで言われない話なんですけど今日本の対策は全てこの死者を減らそうとね死者をできるだけ、ねえー、少なくしようとね、えー、なんかあの検査の件数が少ないとかねもっともっと検査できるじゃないかっていう話をしてますけど、えー、日本の政府ねなかなか大きな声で言うと避、ねえー、難も受ける話なんで、えー、大きな声では言えないんですけども一番考えてるのは死者をどうやって減らすかと、ね、死者を減らすためにはやはり ちゃんと病院で、え、しかるべき施設ってものを確保しておかなきゃいけないですから、あまりにも病院に、ね、患者が殺到するってことでは、困るということで、今現在、ここら辺で、ね、かろうじて、キープしております。世界の状態の中でも、日本の死者の数っていうのは、人口比でいうと極めて低いとね、こういうような状態になっております。とすると、これから先の緊急事態宣言、こういったものがうまく構想すると、ね、これ。 えー、意外と早く集結できるかもしれないというですね期待も残っていると、ね、そこら辺をしっかりと、ね、見極めてもらって、えー、テレビ新聞のニュースだと惑わされることもありますので正しいデータで分析していただきたいの、ね、ただ、まあ、正直言いまして短期間で終わりそうもないというのは、まあ、我々花火で感じることですね、はいえー、ですからこの、ね、新型肺炎がどれぐらい怖いかということではなくてそれに対する我々の恐怖心 そしてそれに対する対策の、ね、いろんなことをこういったことで経済が非常に悪くなる、うん、とすると今現在、ねえー、戻しを、ねえー、株価は演じてるわけですけどどこかで再度下げ出す時がある、うん、その再度下げ出す時には私は窓開けとか大きな、ねえー、大陰線だとかそういったもので下げ出す瞬間が来ると思いますからうそういうものが出てくるとまたそこから一気にこう売られ出す時があるんでそういった局面がどこを来るか。 ちょっとしばらくチャートをですね、こまめに一日一回のチェックじゃなくて、一、はい、時間に一回ぐらいのねチェックをしてもらって、そして大きな陰線が出てくるとき、うん、そういったものが出てくるのか出てこないのかってことを注目していただきたいなと思います。はい、い今日はちょっと長くなりましたけれども、詳しく解説させてもらいました。はい、ちょうど今分岐点というかこの大きめの戻しの後、はい、今後株価がどうなっていくのかという、はい、ちょうどとても悩ましい時期でありますので、一、ねはい、日一時間に 1>, 1回ぐらいですね、私もチャートを見ていきたいと思います。はい、今日ちょっと換気してる関係で、もしかしたら途中外の音とかで聞こえづらい部分があったら申し訳ございません。そ,ねはい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。